東北の駅100セントは、鉄道の引き念行事の一環として選定した、日本の東北地方の特徴ある100の鉄道駅である。2002年に、鉄道の引き念行事の一環として、国土交通省東北運輸局管内の特徴ある、駅100駅を、各事業者の事選リストをもとに先行委員会が、選定した。先に、関東運輸局で行われた、 関東の駅100に倣ったものである。他の駅100とは違い、公募によるものではなく、100駅が一度に決定、発表された。2021年8月時点で、このうち6駅が廃駅、3駅が選定理由の駅舎消失となっている。角野立駅、秋田県仙北市田沢湖駅、秋田県仙北市雫石駅、 岩手県雫石町ホットユダ駅長井駅荒戸駅五所川原駅木造駅八森駅番台熱海駅稲葉城駅合津赤松駅北方駅青森駅青森県青森市浅虫温泉駅青森県青森市森岡駅花巻駅平泉駅仙台駅船岡駅白石駅伊達駅福島駅福島県福,福,福島市日本松駅郡山駅 須賀川駅、白川駅、広崎駅、大館駅、秋田駅、秋田県秋田市大曲駅、秋田県大山新内駅、新城駅、陸空西線、陸空東線、山形県新城市天道駅、山形県天道市山形駅、山形県山形市上野山温泉駅、山形県上野山市、米沢駅、米坂線、山形県米沢市、泉中央駅、旭日川駅、 広瀬通駅陸中野田駅、岩手県野田村田野畑駅、岩手県田野畑村島の越駅、岩手県田野畑村、2011年に、消失、2014年に新駅舎に、建て替え料理駅、岩手県大船渡市小賀駅、大船戸駅、民間屋駅、気仙沼駅。大港駅、久慈駅、アニマ江田温泉駅、アニ号駅、アニマタギ駅、カズノ花場駅、東野駅、小国駅。 湯の上温泉駅、東野へつり駅、合津田島駅、ゆう館駅、鳴子温泉駅、飯坂温泉駅、石巻駅、松島海岸駅本、塩釜駅、宮古駅、岩手県宮古市釜石駅、岩手県釜石市佐賀駅、小長駅、角田駅、阿武熊駅、小原駅、柳川希望の森公園前駅、合津番芸駅、合津柳内津駅、合津川口駅、小口駅、山祭山駅、渡り駅、相馬駅、夜の森駅、 名古属駅、五本城駅、木坂田駅、坂田駅、鶴岡駅、足の公園駅、愛子駅、山寺駅、三原駅、と和田市駅、中央、弘前駅、平川駅、津軽駅、尾野駅、津軽今別駅、青函トンネル記念館駅、再早、マインパーク前駅、若柳駅、岩泉駅、八島駅、ABC2011 年現在、建物は減損している。 大船渡線 BRT の駅として営業を置く、津軽今別駅として営業2014年現在、建物は現存している。東北の駅百選。ありがとうございます。